はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと今日はね、違うところで声も響き気味でお話ししておりますけれども、最近ずっと聞いておりますトラビスジャパンの今日はですね、レベルアップという楽曲のミュージックビデオを見させていただきながら、また思うままに感想をお話しさせていただこうと思いますけれども、もうねだいぶいろんな曲を聴かせていただいているので、そろそろ皆さんのこうお名前とお顔とね、それから歌声が一致してきたらいいなというふうに思うんですけど、今のところは、川島ノエル君はね、もうなんかこうお名前とそれから顔の印象も非常に強くて、すぐこうお顔の名前分かります。あと宮近君リーダーですよね。それから松田元太君、よくテレビでね見ますので、なんとなく覚えております。そしてこの間しめかけ君ですか、すごいこう読み難しいね、君の高音がすごい良かったなっていう、この辺までなんとなくお名前をね、まだざっくりですけど覚えてきましたけれども、今日はこのレベルアップという楽曲を見ながら私がどんな感想になるか、私自身も非常に楽しみですけれども、それでは早速行ってみたいと思います。トラビスジャパンレベルアップミュージックビデオ再生、これ2分57秒。わ、すごい、なんか映像キラキラしてる。ゲームの中にある、ゲームセンターの中に入ってた、ピューピューって言うのかな。わ、トラビスジャパンというゲームの中に入ってって、ダーデカ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 ーピューピューピュー、みんな好き、うわ、かっこいい、ダーって、わ、一瞬ゲームの絵見てた、タイキングオレタイル、タイキングオレキー、ハマレバー、いい声、エレシオレスタッピー、タネサルチャーセ、この威力、読み切るの、ソエキンファラ、いい声、ファリュースタビアシーガード、わ、すごい、ゲーム画面じゃすごい、二人がダンスレボリューションみたいな映像になって、シャイタって、ワダママ、オーサイ、ハイスルフェイフィー、アイツァー、ザセラベット、わ、すごい、矢印も出てきて、サイファイ、かっこいい、おしゃれなメロディー、ファッチャイファー、ヒーダーで、わ、かっこいい、ワッカイ、ネキュータリスタイトル、ミシンフォーリンゲンファイ、ラララ、わ、いいね、ウェイガルフェイクアウト、うわー、すごいと、わ、そしてこの昔のファミコンの音楽みたいな、タタタタ、タカタカタタタタタタ、うわ、3人戦ってる変な怪人と、アレイチュラチュセイエイ、アウェイチュラチュファイ、ウィラチュチュラチュセイエイ、ユトーケチュラチュエリエイ、ヘタタタ、うわ、リズムかっこいい、ウェタタタタタ、ヘイゴン、ジャストロベンテンスノイ、アイケントゥ、うわ、カメハメハみたいな出した。なななわしがあるわーシーダのクエイボーイダダ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 ダ、すごいね、止まってる時に肩も動かないもんね、あんだけ動いてて、うわー、キレがいい、宮下くん、ダッダガダガダッ、うわー、なんか出てる、みんなビームが、ダッ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 ダガ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 ダ、ナンバーワン、オーサイ、ハイスクール、バイセイ、ダッバイ、ジャスンワン、ダイバイ、アイカッチュー、ダイバイ、マーマーダン、タッチワール、キャッチュー、ヒレクケーボイ、かっこいい、いいね、これも、すごい。リズムの高揚感がすごいね。だってライチャー、テーシャル、フェイフォイ、サットイ、テデサル、サイフォイ、エシオヨ、フェイフォイ、タナナ、シツワルフォイ、ヒーダッシュー、あ、なんか出てまた。ちょ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 っとまた画面から戻ってきて、ゲームオーバーって書いてある。で、そこに7人いるよ。かっこいい。テガテガテガテー。うわ、宮治君、なんかパンチして、うわ、キャラクターいっぱい出てる。うわよくできてる、よくできてたこれすごいですね。もう完全にそのゲームの世界との融合というか、いや映像すごい面白いね。もう本当に1秒もないぐらいの0コンマ何秒みたいな、その映像にも非常にこだわってるとか、みんながペペペってやった時にこうね、あのそれ多分メンバーカラーの光線出てましたよね。非常に細かいところまでもう精巧に作られてますけど、あのさっき途中でも言いましたリズムがすごい高揚感あるっていうのは、こうなんですか、こうピョンピョン跳ねてるみたいな、ダンスダンテクテンダンダンダンって、この
ズンタカタンタカとこのリズムに乗って、その7人の歌声もちゃんとそこに一緒になってこう跳ねてるというか、ピョンピョンしてるみたいな音が鳴ってるっていうかね、歌声になってるっていうのは、これやっぱり歌ってるその歌声にそのリズム感グルーヴ感が乗るっていうのは相当なんですよ。後ろ側がこうだからリズムがダンスターってこうピョンピョンしてる感じでも、歌う方がレレレレレレってベターってなっちゃうと、その空気感というかね、曲の持ってる爽快感っていうのかな、そういうのがこう出てこなかったりするんですけど、もう7人それぞれ歌う時にもみんなダーただのダーダーなんだけど、ダンスターダーなんだなと、このこういう波が見えるでしょ、ピョンピョンっていう、このグルーヴ感が歌に乗っかってるのがまずすごいなというふうに一つ思ったのと、それからこれ今までも誰かで言ってるかな、今回この歌声がいいよという方を今から改めて言おうと思うんですけど、それ前も言いましたよだったらごめんなさいね、でも多分言ってないんじゃないかな。今17秒からもう一回見ていきますけど、ポンで宮近くんいい声でしょ、あら Take it for a、 この声もいいんですけど、でこの I'm a level not to be sure you're a stupid、 この後だってノエルくんが来て You be killed man、 でこの後Taking for a real name, fighting outside the secret。 今の赤い髪の子、テレテレテレタッダーランダーランと、これみんな声の伸びいいんですけど、ダーランダーランダーランと、ここの32秒とか3秒ぐらいかな、ノエル君の後にね、ノエル君の歌声ももちろんいいんですよ、出てくるそのね赤い髪の、今回のミュージックビデオではこの方の高い音のパンって抜けていくこう声の勢いというか、ダーラダラって言った時にしっかりお腹に入ってる空気が後ろからダーンと押してくれてるので、非常にまあ伸びのいいというかね、通りのいいというか抜けのいいという言い方をしたりしますけど、ダーラダラってこの抜け具合は今回のミュージックビデオを見る中で、おっと他のメンバーもちろん綺麗にみんな抜けてるんですけど、その中でもあらいい声の方いたぞというのが、今回はこの32秒3秒ぐらいからの赤い髪のね、どなたか、途中途中にもこうね歌われてますけど、やっぱこの、みんなの全体的なこういうね躍動感というのはもちろんなんですけど、声高い音の抜けがいいっていうのはやっぱり聞いてる方が心地いいですよね。で、そのちょっと前のね、いや何人言うだってか言うんだって感じですけど、20秒ぐらいが宮近くんが歌ってて、もう一回見ちゃう、歌ってて、この子 I'm a level lost、 この青いっぽいね、黒っぽいこの子もいい音出てる、タラトゥステーと、でノエルくんが来て Sucking for a winner、 ちょっと Funny so he's got、 ちょっとウィンクなんかしちゃって、ダラダラダラスト、一回こう下がってくる音なんかの響きもね、みんなそれぞれいいから、まあみんないいんですけどね、でもまあ私が今聞いた感じだと、今日はこの赤い髪の彼は何くんだろうね、前に言ってますような可能性もなくはないですけど、でもやっぱり全体的なね、さっきも言いましたけど、このノリグルーヴ感っていうのは、トラビスジャパンの皆さんの歌声のこれも一つ大きなね特徴というか武器じゃないかなと思いますし、私はこの楽曲全く知らないでね、もう勉強不足で申し訳ないですけども、初めてちゃんと見ていて、やっぱりちょっとこう高揚感というかウキウキワクワク感みたいなものが、もちろんミュージックビデオの映像と相まってだと思いますけど、パッと聞いてこのなんていうんですかね、楽しそうだなというか、こっちが聴いてるのもこう元気になるような楽曲、そして歌い回しというのはもう素晴らしい部分だと思いますし、でところどころやっぱりね、今回は足のさばきというか上半身とかでみんなクックックッとこう動いて止まったりする場面もやっぱり見てて心地いいと思いますし、でプラス一番最初に言いましたけど、やっぱこのね、7人それぞれ生身のねアイドル人間がたまにキャラクターになってみたりとか、ちょっとビーム出たり、なんかお一人バババってなんか火の玉みたいなのを出してるところもありましたけど、
その辺のこの映像もね非常に楽しめますよ、皆さんね、ちゃんと見たことないよという方、概要欄にねリンクを貼ってありますので、よかったらね一度見ていただくと、本当に2分57秒あっという間の楽しめる映像になっていると思いますので、ということで今回もまたまたトラビスジャパンの、今回はレベルアップという楽曲のミュージックビデオを見させていただきながら、思うままにお話をさせていただきました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。